前の公式練習、氷の感触を確かめる選手たちになります。まあ、町田達樹にとってはグランプリシリーズアメリカ大会に続く2連勝もかかっ2週間前の中国大会のアクシデントはありましたが、元気に戻ってきました中国の円環。中国18歳円環、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きより、もし金持ちなら。最初のジャンプ、トリプルアクセル、素晴らしいですね。綺麗に決めていきました。素晴らしい高さでした。試合の出場、我々も心配していました。周囲も危ぶんでいましたけれども、まだ完治ではないけれども、十分に試合に出場できるんです、そう言ってこのリンクに立ちました。ステップからノット、3回転トーループで転倒です。ウィンドミルから端回のシットスピン、これも難しい入りですので、レベルを上げる要素も整えます。ダブルルッツ、ダブルトーループのコンビネーションジャンプ。コンビネーションスピン。まあ、両足で回っていたんですけども、あれもレベルを上げる要素のディフィカルトバリエーションですね。難しい回り方の一つとされます。去年17歳でグランプリシリーズにデビュー、地元の中国大会で初優勝、一気にグランプリファイナルにも進出しました。ソチオリンピック、世界選手権で共に入賞。ステップシークエンス、曲調に合わせてしっかり動きを変えて、とてもよく表現できています。立場の方でも展示されています。こういった動作もとても難しいんですが、とても滑らかに行ってますね。中国円環、あのアクシデントからわずか2週間ではありますが、こうしてリンクに戻ってきました。ミスはあったんですが、冒頭のトリプルアクセルは本当に素晴らしかったですね。出来栄えの方でも大きく加点されると思います。本当にトリプルアクセルは去年のグランプリシリーズ、それから様々な大会でもものすごく高い評価を、受けてきた選手でもあります。円環選手のトリプルアクセルの良さは、幅、高さなんですけども、左を足を置く瞬間ですね、もう他の選手の倍こうグッと進むんですね、押した瞬間に前にグッと進むので、そこから膝を上げて飛びますので、高さ、幅、流れがとても難しいんですが、それができる選手ですね。リンクに向かうときは、緊張した表情もありました。前に進むので、高さ、流れを作ることができるんですね。この4回転トーループは少し飛び上がった時に軸が右の方に少し外れてしまったので、ちょっと飛び急いだかなっていうふうに感じました。
トリプルトーループの単独になってしまいましたので、その後にトリプルルッツトリプルトーループの予定を、トリプルルッツダブルトーループに変えてきましたね、はい、同じジャンプを2度飛んではいけませんので、こういったラウンジポジションからキックの動作なんですけど、とても難しいんですね、うん、でもそれを本当に滑らかにやってますので、こういったところもステップで高く評価されるポイントになると思います、うん、フランス大会には去年も出場して4位に入りました、まあ、中国大会の優勝とこのフランス大会の4位という成績でファイナルに進みました。今大会始まる前には、まあ、羽生選手のことにも触れた円環、まあ、早く回復して良くなってもらって、また一緒に試合がしたいです。羽生選手の場合は順調にグランプリファイナルに出られることを願っています。良い試合ができますように、そう祈ってますというコメントも残してくれました。得点を待ちます円環です。円環の得点、転倒による減点が1あります。 73.18 というのはここまでで5位。ただここまでの選手たちは僅差の中にひしめき合っています。